動く前に終わらせるわ。これでも食らえ。私に任せなさい。動く前に終わらせるわ。よし、それ。やっ。ま、当然の結果よね。あら、また強くなってしまったわね。改めて見ると結構気味が悪い場所だね。ジメジメしてお化けとか出そうな感じ。おまけに魔物が出るって話だし、気をつけて進まないと危ないかも。いやー、なに今の音。ちょっと怖いけど行くしかないよね。頑張れメルル、怖いものなんて何もないはずだよ。前だけ見ていこう。なんだか急に寒気がしてきた。これは来ちゃいけない場所に来ちゃった気がする。うわあ、やっぱり見逃してはくれなさそうだし、やっぱりやるしかないよね。
をつけなさい。華麗に決めてあげるわ。これでも食らえ。調べていこうかな。これでもう大丈夫ですよね。大変だった。お疲れ様。結構頑張ってたじゃない。そんな、私だけじゃどうにもなりませんでしたよ。全部ミミさんたちのおかげです。あら、意外と謙虚なのね。ま、私にかかればこれくらい敵じゃないって分かってもらえたかしら。はい、すごかったです。一流の冒険者さんって皆さん強いんですね。私驚いちゃいました。今までは護衛といっても町の近くだけで、ダイアス君についてきてもらうくらいだったから、本格的な戦いも初めてだし、どうしようと思ってたんですけど、ミミさんたちがついてきてくれればこれからも安心です。
ならもっと頼ってくれて構わないから。今回のはほんの小手調べってところだから。これからも面白そうな仕事があったら声をかけてちょうだい。改めてよろしくね、エルル姫。ミミさん、はい、わかりました。これからもよろしくお願いします。よし、ここまでは順調。次は素材を追加してひたすらかき混ぜる。あれ、なんだか爆発しそう。うわ、中和剤を入れて。これでなんとかなったかな。爆発だなんだって大騒ぎしてるところを見るとあんたの弟子だって実感するわ。そうかな。私そんなに爆発させたりなんかしてなかったと思うけど。よく言うわね。しょっちゅう節井さんにアトリエの掃除をさせてたじゃない。身に覚えは、あるかも。でしょ、節井さんも爆発癖のある妹を持って大変だったと思うわ。爆発癖って、ミミちゃんは相変わらず口が悪いんだから。って今来たばかりじゃない。嘘ついちゃダメだよ。バレちゃったか。じゃあロロナもお仕事する。え、お仕事って？一人で待ってるの退屈だもん。ロロナもメルルちゃんについていく。いいのかな。てるけど、ロロナ先生は錬金術師だし、意外と力になってくれるかもね。本当ですか？なんだか不安だな。大丈夫だよ、メルルちゃん。ロロナ先生に任せなさい。姫様、ご報告があります。開拓の結果、アールズの国としての規模が拡大いたしました。この調子で開拓を進めていただくようお願いします。
姫様、少々よろしいでしょうか。どうしたのルーフェス。先日城の倉庫を整理していましたら、錬金術関連のものと思われる書が出てまいりまして。え、本当？どれどれ。あ、本当だ。これ何かのレシピだよ。やはりそうでしたか。ではこれは姫様がお使いください。え、もらっていいの？はい、我々には扱いかねますし、姫様ならば有効に扱えるでしょう。ありがとうルーフェス、活用させてもらうね。こんにちは、お邪魔します。ジモン、なにこの小さい子、かわいい。ジモン、いらっしゃい。ようこそパメラの量販店へ。私はパメラ、よろしくね。こちらこそ。で、あれ、パメラさん浮いてませんか。それに少し体が透けてるような。当たり前よ、だって私幽霊ですもの。あら、幽霊は初めて。幽霊が当たり前、都会の人ってすごいな。それに、ジェーム、その子たちはチムちゃんよ。ここで私のお手伝いをしてくれるの。チムも、チムも、かわいい。よろしくね、チムちゃん。こいつでいいんだな。よっしゃ、ほらよ、できたぜ。
こいつでいいんだな。よっ。いつでも来てくんな。よし、かかってきなさい。それ、うん、これくらい全然平気よ。あ、よし、それ、わわわ、気をつけなさい。
ここにこの国のお姫様がいるって聞いてきたんだけど。あ、ジーノ君、久しぶり。よう、トトリ。そっか、どこかで見たことあると思ったらアトリエなんだな。トトリ先生、お知り合いですか？ごめんね、この人はジーノ君、私の幼なじみだよ。ああ、冒険者ギルドから派遣されたジーノクナープだ。ペーター兄ちゃんの馬車に乗ってついさっき着いたところでさ、しばらくこの国に厄介になるぜ。ところでどうしたの急に。なんだよ、何も聞いてねえのか。ミミのやつがギルドの仕事とかでこの国に派遣されてるんだろ。組んで仕事してた俺も暇になってよ。ほんでギルドに仕事探しに行ったら、暇してんならあんたも行けばとか言われて、気づいたら俺も派遣されることになっててさ。まあ向こうの魔物はあらかた片付けちまったし、強いやつに会えればいいかと思ってさ。フーデリアさんもだけど、ジーノ君も相変わらずみたいだね。でそっちはどうだ。この国に来てからもう結構経つんだろ。なるほどな、お姫様が自分で国おこしか。それにトトリの弟子とはな。ま、細かいことは後で聞くことにするわ。声かけてくれたら護衛でも手伝いでも何でもやるぜ。さーて、今日も張り切っていきますか。まずは調合の下準備を。お邪魔するわ。ねえ、トトリいるかしら。わっ、ミミさん、いきなり入ってこないでくださいよ。あの、トトリ先生は素材集めでお留守なんですが。あら、そうなの。せっかく出向いてきたのに相変わらず間が悪いんだから。ただいま、メルルちゃん、お待たせ。材料集めでちょっと遅くなっちゃった。あ、トトリ先生、お帰りなさい。ついさっきまでミミさんが来てたんですけど、入れ違いになっちゃいましたね。動く前に終わらせるわ。よし、それ。やっ。これでも食らえ。やっ。ま、当然の結果よね。Thank you.
メルル、いるか？お前の予定を聞きに来たんだけど。あ、ライアス君、ちょうどいいところに。なんだ？俺に用でもあったのか？ちょうどご飯の準備ができたとこなの。せっかくだから一緒に食べてってよ。こいつは。じゃーん、今日はキノコ尽くしです。わー、美味しそう。アールズのキノコって美味しいんだよね。えへん、アールズのキノコは世界一ですから。なんでお前が威張ってるんだ。それにしてもキノコか。あ、そっか、ライアス君ってキノコダメなんだっけ。ガキの頃、こいつに無理やり食べさせられたキノコが毒キノコだったことがあって、それ以来ちょっと。え、あ、あれれそういえばそんなこともあったような。メルルちゃんたら昔からお姫様らしくなかったのね。ごめんね、ライアス君。なんで先生が謝るんですか。悪気はなかったんですよ、本当に。悪気があったらもっと悪いだろ。とにかく、というわけで俺はこの料理は。まあまあ、キノコ自体がダメなわけじゃないんだよね。だったら食べていったら。まあ、そうだけど。今日のキノコはちゃんと食べられるやつなわけだし、みんなで食べるんだもの。大丈夫だよ、絶対。確かに、せっかくだしな。腹も減ってるし、食っていくよ。おお、男らしい。頑張って。じゃ、いただきます。おいしい？あ、うまい！うまいぜこれ！久しぶりに食ったけど、キノコってうまいんだな。よかった。それじゃあ私たちも食べましょう。いただきます。いただきます。本当においしい。メルルちゃん料理上手なんだね。材料がいいからですよ。でも本当にうまくできたかも。ああ、ちょっと見直したぜ。あ、うん。ああ、なんだ、ライアス君。なんで倒れるの？毒キノコなんて入ってないはずだけど。でもライアス君だし、もしかしたら。わからないけど、それ以外考えられないよ。私たちは大丈夫なわけだし。はあ、また毒キノコに当たっちゃったの。どれだけ運が悪いのよ。ライアス君、しっかり。すぐお薬持ってくるからね。キノコなんて二度と食べるもんか。